今日は天気がいいね。チートピアの景気もこれくらい良くなっ。どうだルーシー、お前がスピーチしてみっか。ボスになるってのがどんな感じか味わってみたかったんだろ。ふん、余計なお世話でしてよ。あなたを実際に任すその時まで取っておきますわ。腕っぷしはともかく、あなたってばスピーチはダメダメですから、とっとと代わって差し上げた方がいいでしょうし。俺様を任す？風呂場でならルーシーにもワンチャンあるかもな。 あなたって人は。みんな、今日俺らがこうして一堂に集まったのは、ノビとコウヤ、そして勇気についての物語を共に見届けたからだ。どの物語もかつての覇者たちの栄光の記録であり、新たな覇者たちにとっての道しるべでもある。この冒頭ルーシーのやつが用意したんだよな。威厳は申し分ねえとは思うけど、ちっとばかし小難しいっつうか。まあとにかくだ、俺様がカリドーンのこのみんなとここまで走ってこれたのは、俺らがただバイクをかっ飛ばしてたからってだけじゃねえ。最高に生かしてると信じてたからだ。火の湖のそばを爆走すんのも、火海から戻りし英雄って呼ばれんのも、覇者の地位に君臨すんのも、全部生かしてるけど、カリドーンのこのみんなと郊外のハイウェイをバイクで突っ走る以上に生かしてることを俺様はマジで思いつかねえ。それともちろん、その道の途中、郊外で一番生かしたダチや戦友と知り合ったこともな。
だよな、プロキシ。あ、そうそう、生かしてるといや、もう一つ、俺様が覇者になったら絶対おっさんよりフェアにやってみせる。これは俺様がポンペイのおっさんに叩きつけた挑戦状で、おっさんやみんな、それに郊外への約束だ。あん時は生かしてると思って勢いで行っちまったけど、あの約束を果たすにはどうすればいいのかってことは今も全然分かってね。なあみんな、俺様にはカリドーンの子だけじゃなくて、みんなの、郊外にいる全員の力が必要なんだ。だから乾杯しようぜ、郊外の子に。果てしない荒野と消えることのないノビに、そして覇者に。今日は天気がいいね。チートピアの景気もこれくらい良くなってほしいもんだ。チートピアは今日から営業再開だよ。